皆さん、こんにちは。皆さんはサムネにあったこれらのハングル文字をパッと読めますか？ほとんどの人がすぐに読めないんじゃないでしょうか。また、たまたま読めたとしても、なぜそう読むのかを説明できないし、他の単語は読めないんじゃないでしょうか。韓国語学習者の多くは、これらの二重パッチムが文章や単語に出てくるとドキッとしますよね。ただ、今回の私のレッスンで皆さんを二重パッチムの地獄から解放させてみせます。それではレッスンスタートです。まず、この二重パッチムは他にもダブルパッチムとも呼ばれたりします。まあ、名称は正直何でもいいんで覚えなくて大丈夫です。そして、この二重パッチムを覚えるには、二重パッチムがどのようになっているのかの概要を知る必要があります。闇雲に覚えても、絶対にすぐに忘れてしまうので、このレッスンで二重パッチムからの負のループは最後にしましょう。それではまず、二重パッチムは表にあるように合計10個あります。勉強や暗記が苦手な人の共通点として、目先の単語や意味ばっかりに目が行ってしまい、あれも覚えないと、これも覚えないと、となり、気づいた時には覚えることが膨大になり、頭がパンクしてしまい、結局中途半端な理解で終わってしまい、物事が難しく感じてしまってます。木を見て森を見ず、小さい視点で見るのではなく、大きい視点で物事を掴んでいきましょう。ですので、まずは二重パッチムは合計10個あるんだなってことを頭に入れます。そして次に、この10個の二重パッチムは3種類の読み方に分類されます。いいですか？二重パッチムは全部で10個あって、さらにそこから読み方のルールが3種類あります。こんな感じで。では、ここまでは大丈夫ですよね。では次に、この3種類の読み方のルールを比較しながら見ていきましょう。まず二重パッチムなんで、パッチムが2つありますよね。そして、ルール1、左のパッチムを読む場合。ルール2、右のパッチムを読む場合。ルール3、不規則な場合。この3つのルールがあります。ではまずルール1の左のパッチムを読む二重パッチムを見ていきましょう。ルール1はこの1から6の二重パッチムになります。これは左側のパッチムを読むので、僕、あんた、まんた、しるた、へるた、おったと、このように発音していきます。ただ実際はこのようにパッチムの不規則ルールにより、後ろのたがたやたに変換されるんですが、今回のレッスンではそこまで深く理解していこうとなると、さらに何十時間もの勉強が必要になってきますので、今回は無視したいと思います。確かに最終的にはそれらのルールまで覚えた方がいいんですが、多くの初心者の皆さんにはそこまで教えても多分楽しくないので、すぐにやめてしまうと思います。語学は継続することが一番大事。初心者のうちから難しいことを学んで、韓国語は楽しくないと脳が記憶してしまったらその時点で終わりです。まずは大きな視点で木ではなく森を見ていきましょう。ただ、もしもっと深く発音について学んでみたいと思う人は、こちらのハングル発音完全攻略の動画をご覧ください。どこよりも詳しく丁寧にハングルの発音のすべてを解説しています。しかも教材も販売されていますので、合わせて学べば効率的に韓国語の発音のルールがマスターできます。でも多くの初心者の皆さんは、まずは今回の二重パッチムをクリアすることが最優先ですよ。また動画の最後に二重パッチムの問題も10問出していますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは次にルール2を見ていきましょう。ルール2は右のパッチムを読むんでしたよね。そしてルール2の種類はこの3つだけ。R と G のパッチムがあるとき、R と M のパッチムがあるとき、そして最後に R と P のパッチムがあるときの3種類です。これらの二重パッチムがあるときは、右側のパッチムを読んでいくので、いった、たむた、うったとなります。ただこれも実際は、パッチムの能音化という不規則ルールにより、後ろのたがたに変わるんですが、ルール1で説明したように、初心者の皆さんは今は覚えなくても大丈夫ですのでご安心を。もし、ハングル検定などの資格を取りたい、他にも、韓国語の講師になってみたいなどの他の目標があるのであれば、ぜひ学んでいきましょう。簡単ではないですが、深く韓国語を学べるので、理屈好きの人なら学べばスッキリすると思いますよ。だからそう発音するんや、とか、なるほどね、みたいな感じで意外に楽しいかもしれません。それでは最後にルール3の不規則な場合を見てレッスンを終わりにしましょう。このルール3に当てはまる二重パッチムは R と B のパッチムがある時です。このルール3はこの R と B のパッチムがある時の1種類のみですので見つけやすいと思います。ただこのルール3は意外に面倒で、左側を読む時もあれば、右側を読む時もあるんです。これを使い分けてる韓国人って天才やんってなりそうですよね。ただ私たち日本人も天才です。では天才になるために秘密のルールをお教えします。この R と B の二重パッチムがあるときは、その単語が形容詞の場合は左側を、
動詞の場合は右側を読めば OK です。形容詞イコール左、動詞イコール右、これだけです。ただここで、小中学校で勉強してこなかったそこのあなた、形容詞と動詞の見分け方ってわかりますか？だってその単語が形容詞なのか動詞なのかを見分けられないと20パッチムなんて読めないですよね。ただ今から昔の教科書を引っ張ってきて品詞の見分け方の勉強なんてしてられません。そこで私がもう一つ皆さんに品詞の見分け方のマジックをお教えします。いいですか？しっかり覚えてくださいよ。形容詞はほにゃららいで終わる、動詞は人や物それ以外と覚えてください。じゃあ今から私が単語を言っていきますので、その単語の品詞を当ててみてください。いきますよ。からい、いで終わっているので形容詞。寒い、これもいで終わっているので形容詞。眠い、これもいで終わっているので形容詞。では食べるなら、そういでは終わってないし人でも物でもないので動詞。寝る、どうですか？動詞は動くから動詞ではないですよ。だって寝ているときは動いてないですもんね。これもいでも終わってないし人でも物でもないので動詞となります。これさえ覚えておけば皆さんは絶対に単語の品詞が見分けられます。結構すごい覚え方でしょ。ではルール3に戻って、ルール3は R と B のパッチムがあるときでしたよね。そしてその単語が形容詞の場合は左側を、動詞の場合は右側を読めば OK でした。では広いの形容詞ならどうですか？形容詞は左側を読むので乗ったですよね。では踏むの動詞ならどうですか？動詞は右側を読むので張ったと読みます。どうですか？20パッチムは大きく見ると3つのルールしかありませんので意外に簡単なんですよ。そしてここでちょっと待ってと思った方、なかなか鋭いです。そう、20パッチムは今回習った10個以外にもこの2つの20パッチムも実はあります。ただこれらの20パッチムは同じパッチムが2つ並んでいるのでどちらを読んでも同じ発音になるので、わざとレッスンしませんでした。ですのでもしこの2つの20パッチムが出てきたときは好きな方を読んでもらって構いません。まあどっちを読んでもいいのでわざわざ覚える必要はないので無視していきましょう。どうですか？レッスンを受ける前までは20パッチムが出てくると少し不安になっていたのに、今なら少し読んでみたいと思うようになってませんか？不思議ですが理解できると楽しくて勉強を続けていきたくなりますよね。それでは今回のレッスンは以上となります。最後に私から20パッチムの問題を10問出しておきますので本当に理解したのか確認していきましょう。それではいきます。次の20パッチムの正しい発音を A、B、C の中から選びなさい。どうでしたか？全問正解できましたか？この20パッチムは全問正解してマスターしたと言えるので、もし間違ったところがある人は何度も動画を見直してこの動画で20パッチムは卒業してしまいましょう。それでは本日はここまで。また別の動画でお会いしましょう。